本日はご説明いただきありがとうございました。非常に理解が進んだと思います。私からは4点質問させていただければと思います。1点目ですけれども、シャットダウンやオーバーサイトのところへの言及の中でパフォーマンスベースだというような指摘がございました。私自身も規制というのは何て言いますかですね、こういうことをしちゃいけないとかですね、そういうようなことを規定するものからアクティビティや構造を規定するものからパフォーマンスベースに移るべきだと思ってますけれども、ここでいうパフォーマンスというのはコストエフィシェンシーのことなのか、それともセーフティーのエフェクティブネスのことなのか、何をパフォーマンスとして考えていらっしゃるのかというのが一つ目の質問です。で、2点目ですけれども、今日のお話を伺って、少し NEI の役割を単純な図式で整理しますと、 NEI が担っているのはやはり業界のためにアドボカシーを行う、ワンボイスとして発信するということであって、ウォーブアイディアズ、多様な意見を歓迎するだとか、それから広い意味での研究、中立客観的な分析を行うというリサーチの部分はインポ等のですね、他の機関が担っていると、そういうふうに整理できようかと思います。しかし NEI がアドバイザリー、アドボカシー、インポがリサーチというのは少し単純すぎるかと思います。ご講演の中にも NEI はトランスペアレンシーというのを重視していると、でデータや情報を公開していくというようなことを行っているということなので、アドボカシーだけではなくて、広くそのリサーチにも貢献しているんじゃないかというふうにも思うんですけれども、事実としてもしくは認識としてそういったことというのはどの程度行われているのでしょうかというのが2点目になります。でそれから3点目ですけれども、アドボカシーといってもさまざまな技術レベルや組織的な関係性の中で実際の業務があるんだろうと思いますけれども、そこで各エンティティのですね、組織としての論理と技術者としての倫理の間にコンフリクトがあった場合にどのように決裁を行うのか、 CNO の 80% の賛成があればということでしたけれども、そういった CNO の人材に対して NEI として求めるもの、 NEIそしてですね、その CNO というのはこういった人材であるべきだというものに対して何かお考えはあるでしょうか。またそれから組織の論理と技術者としての倫理が対立した局面において、後者を保護するもしくは促していく、またそのための調整のメカニズムといったもの、そういったものはどのようなものがあるでしょうか。でそれから4点目ですけれども、NEI の主な役割は特に NRC に対してアドボカシーを行うロビング活動ということと理解しましたけれども、また同時に公共に対してパブリックにとのコミュニケーションというものがあって、でその中でソーシャルメディアの重要性が非常に高まっているんだという指摘があったかと思います。で私自身は今大学院で技術系教えているんですけれども、専門職大学院ということで、学生の8割方は企業の方です。で私のところの研究室に配属になった学生がソーシャルメディアの分析を行いまして、彼は三菱重工の社員ですけれども、 YouTube のですね、各社の利用状況、 GE、シーメンス、日立、それから三菱重工をですね、分析すると圧倒的にその量として差がある。で日本メーカーというのは非常にそのソーシャルメディアをまだ十分使っていないということと、あとは質の面で、いいねボタンというのがありますけれども、要は社会からの共感を得られている動画、 GE やシーメンスの動画を分析すると、例えば原子力というのはこうあるべきだというようなビジョンを発信したもの、これは非常に評価が低くってですね、むしろその事業や製品に対して人がどう関わっているか、その従業員の一人一人にフォーカスを当てたもの、これ非常に評価が高いというようなことが見えてきました。
まあ、ソーシャルメディアの分析からはそういったようなことが見えてきているわけなんですけども、NEI で実際にソーシャルメディアでの情報発信を行ってみた実感としてですね、どのようなコミュニケーションというのがパブリックとのコミュニケーションにおいて適切で効果的であるというふうに考えられるということです。1点目はパフォーマンスについて、それから2点目はアドボカシーの機関なんだけども、そのリサーチについて対してどう貢献しているか、3点目は組織の論理と技術者の倫理が対立する局面においてどのように考えるか、4点目はソーシャルメディアの使い方という点についてお伺いできればと思います。Okay, thank you for all those questions. First one, when we say performance-based, and the way the reactor oversight process was set up, it was all about safety. There's nothing on cost associated with anything really in the reactor oversight process. Cost is not an element there. So performance-based used to mean that the NRC would watch you do things in the field and then write up an inspection report about how well you were following your procedures. That's not performance-based. Performance-based is looking at the result of the activity, whether that's reliability data or availability data or risk significance of a finding, okay? It's really looking at the outcome, not the prescriptive, did you follow your procedures or not. You can follow your procedures till the cows come home and still make a mistake, okay, and have an event. So that's what made the switch from the SALP program to the ROP so important. It wasn't predicated on, if you do all these things in your procedures, it has to be good, versus, I see your results and the results you're getting, I know it's good, okay? So the cost effectiveness piece is more of a recent thing that we've started as an industry because of the competition in the deregulated markets and the need for nuclear to hold its own. So that's for another day. The second question was on the organizations and who does research. At NEI, we relied very, very heavily on the Electric Power Research Institute for technical support. I didn't have money in my budget to generally go hire somebody to help me with an issue. I'd go to EPRI first. And if EPRI had the person I needed, fine. They'd be on our task force. Okay. All of our members are EPRI members as well, so that was an easy transition. The other thing about transparency, NEI was very, very transparent. INPO is not transparent. And that's for a very, very good reason. When INPO does its evaluations, okay, they want the most candor you can have in the field when they're doing their inspections and evaluations. They want people to be able to say, not for fear of retribution or fear that it gets out in the public, they want to be very candid with those interactions, okay? So, and for that reason, the INPO, while they share their evaluation reports with the NRC, they're not shared with the public. That has been challenged in court. INPO has won on those challenges. NEI is not INPO though. We put everything out there. Most of our website, there's a member website, but that's for very, very few things. Most of the stuff's on our public website. But again, EPRI's the research arm. NEI does very little research, only on public opinion and some other things, but not technical research. On advocacy and the conflict of interest of ethics and the reconciliation of that, every plant has a safety conscious work environment program and an employee concerns program, and any level of the organization can raise a safety concern. It doesn't have to be to their direct supervisor. It doesn't have to, it could be to any one of the officers in the company up the chain. Okay, that employee concerns program is looked at by the NRC and regulated, and that safety conscious work environment is a huge part of that. We want people to raise concerns if they see it in the field, so that we can get it resolved. And when we were doing our safety culture work a few years ago, it's a very amorphous term sometimes, what safety culture is, and even the NRC was studying it, whether they needed to regulate it or not. But fundamentally, you can tell a good safety culture if a company is finding its own problems and fixing its own problems. If they need help to find the problem, or if they need help to fix the problem, then that raises concerns about whether they should be running the facility or not, okay? So safety culture is all about accountability, finding your problems, and fixing your problems. And that's why our effort was, we put it in the corrective action program for most licensees, because that's where those kinds of issues get resolved. The fourth question was on your students and
social media research. And I think this is analogous to the example I used about a plant tour. Use the person who's implementing or overseeing that particular issue. Don't use the chief nuclear officer. Use the person who's doing it, because they have more credibility. And you'll see in a lot of our YouTube presentations there, it's the worker at the plant who's doing the presentation about the area that they work in. That's much more credible than, even though, not that the CNOs don't have credibility, they do, but it just comes across differently when it's the person doing the work, whether it's on a plant tour or on the internet, that's just it earns credibility quicker. So, did I get all your questions answered? I hope. はい、ありがとうございます。では続いて秋葉委員、お願いします。大変重要なご説明をいただきましてありがとうございました。勉強になりました。私が伺いたいのはまず一つ、NEI の情報がそのワンボイスであるということなんですが、これは NRC に対してだけそのワンボイスであるのか、あるいは国民全体に対する発信に対しても、事業者全体をまとめてワンボイスということになっているのかという点です。特に伺いたいのは、アメリカの国民、州によっていろいろあったりとかするとは思いますが、NEI の情報に対してどのように思っているのか、NEI の情報に対して信頼を持っているのかということをぜひお伺いしたいと思っております。コミュニケーションをするときにその、中立性ということは大変重要だと思いますが、先ほど のご説明の中では、特に日本では中立性ということを重要視しているんですけれども、インポは中立であるけれども、NEI は中立ではないというふうにおっしゃられたんですが、そのことは情報発信においてもそういうふうに考えていいのかどうかということが、少し私は混乱しているんですね。日本の場合、特に 3.11 以降、国や事業者に対する信頼が大変低く、国民の国や事業者に対する信頼が低くなっていますので、その中でその情報発信がどの程度信頼されるかとかいうことがとても重要になっています。で、その信頼ということと日本の場合は中立ということがイコールになっているようなところもありますので、アメリカではどのようになっているのかぜひ伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thanks for that question. And, part of it I'm going to ask another question because I'm not sure I understood your question. So let me start. First on the one voice piece, it is mainly towards the NRC that we advocate with one position on the regulations. And that was our role to get the membership together, talk about the issue, determine what we thought was the right thing to do, and then advocate for that with the regulator. And if everyone can do that together, it's much stronger. Now on other issues, whether it's waste management, and especially because the business models are different between the deregulated and regulated plants, there were some environmental regulations being promulgated where our companies were on different sides, clearly on different sides. And at that point, that wasn't a CNO issue. It had more to do with electricity generation again, where you agree to disagree and both are put out there. So that you can't resolve every issue, okay? But on regulatory issues, it's very, very important to be together and on the same page, if you will. Some of the broader issues on federal policy and waste management and those kinds of things, it cuts a little differently depending on your business model, the area of the country you're located in, etc. Right. The second part, the part I didn't understand was on neutrality. We're not neutral. We believe nuclear power can be an effective way to generate electricity safely and reliably. I think INPO's not neutral either on that. They believe that too. But they're not, they are independently looking at the performance of a particular plant, okay, with a very exacting rule, okay? And that's not what NEI does. They have to be independently assess the performance of that
member of theirs who pays them dues. So that's a very special relationship, okay? And they have to maintain that independence to be able to perform that function. Whereas that's not a, it's a different role that NEI plays. So I think we're both believe nuclear power is safe and reliable, but our roles are different. So I'm not sure I'm answering your question, but I don't know what you meant by neutrality. And then on the sharing information, I think because of INPO's role in trying to have candor in the evaluation process, they are a very private organization. It's not transparent. And again, that's their particular role. With our role, I think we try to be very public about what we're doing and why we're doing it. The context of why you do something is more important than the what you do. People can get a better understanding when the why is known, not just the what you're doing. I can't overemphasize that enough. So I don't know if I answered your question correctly or not.事業者としてワンボイスで対応するということで理解するということでよく分かりました。でまた別途、yes. だから私が後半の方で申し上げたように、では国民に対してどのように説明するのかというメインにおいて、その、中立性とかそういうようなことはどのように NEI としては考えているのかということで、仕切ってもう一回ご説明いただけないでしょうか。一つ補足します。中立性という言葉は日本でよく使われまして、で規制委員会でもそういう言葉が使われているんですが、多分アメリカの NRC とかでおっしゃっているのはフェアネスという意味で、使われているんではないかなと思いますが、違いますか。First of all, to answer the question, explaining things to the general public is fact-based. We make sure with the context that we rely on the facts. We were very careful following the Fukushima event not to get out in front and speculate about what was going on or what they were going to do or any of that. It had to be fact-based. And a lot of times, we didn't know all the information. So all we did was provide context. So there's no, to me, that's not, if we were lying, okay, then we wouldn't be neutral. But if you're fact-based and you're telling the truth, which we try to do, our credibility is everything to us, then to me that is recognized for what it is and is a credible source of information. Okay, that's very, very important. If we get caught saying something that's not true, it undermines our entire existence. Credibility is so, so important. So the neutral part, the fair part, I think sometimes we think the electricity markets are not fair because they don't recognize the full value of nuclear energy that some of the other generation sources do and are subsidized to that extent. So a lot of what the Nuclear Matters campaign is doing now is trying to get recognition of nuclear's value proposition on reliability, diversified fuel, grid support, the fuel's there for 2 years, you don't have to pipe it in or barge it in. All these things that the market doesn't recognize. And if it's not monetarily recognized, it goes away. And a lot of our plants are shut down because of that. So that's where the more targeted campaigns are aimed at making sure that nuclear's value is recognized and trying to get the result we're looking for when the markets are fixed or corrected and the fair treatment. ありがとうございました。よく理解できました。じゃあ伊藤委員どうぞ。NEI の非常に興味深い取り組みをご紹介いただきましてありがとうございました。お話を聞いて、特に3.11 というシビアアクシデントがあった日本だからこそ、やはりその原子力分野というの部分で独立させたこういう業界の、コミュニケーションを図りながら安全性を高めていくという組織がやっぱり重要なんじゃないかという思いをまた強くした次第です。でそうした中で
日本に置き換えた場合に大丈夫かなと思う部分がいくつかあってお聞きしたいところでもあるので、何点かお聞きしたいんですけど、まず1点目は日本も電力が自由化されて、電力会社同士もライバル関係にあるというそういう中にあって、原子力分野だけを独立させてその中で、コミュニケーションをとって、課題とかそれから情報を共有していくということに対して、自分たちの会社の、秘密情報をこう出すということに対して、ちょっと抵抗があったりするんじゃないかという、気概があるわけなんですけど、気味があるわけなんですけれども、そこのところというのは問題なくうまく出し合えて、しかも安全性の向上、そしてパフォーマンスの向上につながっているのかどうなのかという点がまず1点目です。それから2点目なんですけれども、NSI の方でも広報活動として、原子力発電のメリットというものも積極的に伝えているというそういうお話もありました。でただ先ほど秋葉委員からもあったように 3.11 以降なかなかその日本の中では原子力発電そのものに対する信頼あるいは業界団体に対する信頼というのが得にくい状態になっている。でそういう中で安全性を高めるということとそれからメリットを伝えていくという、宣伝活動ですね、そういうものが同時に行われてしまうと日本の場合はまたそこで不信感が生まれてしまうということがあるのではないかというふうに思うんですね。だから私個人の意見としてはやっぱり安全性をどれだけ追求しているかという点に絞って広報活動というのも行っていくべきだろうと、もしこういう組織ができた場合にですね、そう思っているんですけれども、そのあたりというのはアメリカの、一般国民の受け止め方として、疑問に思われることがないのかどうなのかということがまず2点目です。でそれからこれ3点目はちょっと今日のプレゼンテーションと外れることになってしまうかと思うんですけれども、原子力発電所というそういう施設というのは、国の防衛というかそういう部分にも非常に関わってくることだと思うんですね。で業界団体として、例えば何かこう危険を察知した場合には国に対して例えば国防総省のようなところに意見をしていくという要望を出していくというようなことも必要ではないかと思うんですね。例えば今日本はなぜこういうことを言うかと言いますと日本も今その北朝鮮有事が身近な問題としてこう捉えられるようになってきて、今までは考えたことはなかったんですけれども、もしかしたらミサイルが落ちてきてくるのかもしれない、それに対する迎撃システムはどうなっているのかとか、そういうことが一般にも非常にこう心配なこととして捉えられるようになって、でそうしたときに業界団体として、どういうふうにしてもらいたいというようなことを例えば国防関係に対して意見をするあるいは要望するというようなそういうことがあるのかどうなのか、また日本に対してアドバイスみたいなのがあったら教えていただきたいなと思いました。以上です。Okay. First part, the electric market liberalization and utilities are becoming competitors with each other, and maybe they won't share information because they're competitors. I can tell you on nuclear safety, there is no competition. Everybody's in it together. It's the whole, we're all part of the chain, and one link goes, we all suffer. We share information about safety, whether it improves competitiveness or not. That's been our history as an industry in the United States. It continues to this day, even after the markets were liberalized. And I can tell you that companies send people to others who request it, CNO to CNO. That's where those relationships come in. When you need help, everybody recognizes that we're only as strong as our weakest brother, if you will. So we don't compete on safety issues, okay? We help each other, and we share information, and we share best practices. And that's been our culture since day one. And the second part, I think, was on the public relations and talking about the benefits and your situation here, and that I think both the industry and the government lost some credibility and trust. And if you try to now talk about anything else but improve safety, that may conflict with your message or not be seen correctly. I think what we've seen is that they're not mutually exclusive. A safe plant operates more reliably and with higher capacity factors. I'll go back to the shutdown example I used. When we were having these events during outages and prolonging the outages, that wasn't helping, okay?
either safety or performance. If you run well safety, I think, and INPO has data on this as well, the plants that are performing from a safety standpoint at the highest levels are also performing from a very reliable standpoint and cost effectively. So it's just not mutually exclusive. Now I recognize that telling that to the public is a difficult, given what's transpired here, that's a difficult challenge to communicate on both of those. But I think what we've seen is if we run safely and do the right thing, I think it also improves the performance from a cost perspective. Okay, you're not always fixing things and taking outages and doing things that make you less safe. The last part was on national security. We have our Department of Homeland Security, not the Department of Defense. We're primarily responsible. And I would say that, you know, you never know. This was, I think, the Fukushima event, one of the main lessons learned, is that you don't know what's going to happen. There's a whole host of things that could go wrong, okay? And you can only design for the things you know about. You can't design for the stuff that you don't know about. And I think that's where the flex system comes into play. And it's also the flex approach was born from our response to 9/11 in the United States from airplane crashes. We put the program in place to have additional equipment further away from the plant, at least 100 meters away, such that the aircraft couldn't take out both a part of the plant equipment and the backup equipment. We have that now with the response to Fukushima with Flex, much more additional equipment, procedures, training, off-site support. INPO maintains a database of all the equipment that each plant has to back up some of the safety functions that we do. And it's all the same equipment. We designed it so that this pump will work at this plant and all the other 99 plants as well. It's all the quick disconnects, quick connects, and that was all by design. So I think you don't know whether the crazy guy in North Korea is going to fire a missile sometime. But you can have things to deal with the unknown. And I think that's where the flexible approach comes in. You cannot design for that kind of thing because there's always a bigger bomb or a bigger airplane or another failure mechanism, okay, that could upset your plant. So you've got to have more options, more tools in the tool bag to deal with that. And as a result of Fukushima, I think that's the big improvement of safety is we have another tool bag to use now to respond to unknown events. この今回の議論のトピックスは、その資料1にありますように、安全性向上のための技術的システムに必要な産業界の機能について、それはどうあるべきかということが議論の焦点だと思うんです。で、すでにその NRRC だとか、JANTI だとか、JANSI ですね、今。それから和の、東京センター等々いろんな産業界というか日本の中にも飲食産業関係の組織があるところ、その焦点議論の焦点はどっちかというと規制インターフェースとアドボカシーというところになっていますが、まあ、そういうことなのでそれに関して私の意見を述べたいと思います。ちょっと古い話になりますが、日本版の NEI を作ったらどうかという議論は2003年頃に、ありました。でそのために原産委員会を作って私も関係して、議論をしたわけです。その時の焦点は、やはり規制インターフェース、それからアドボカシー、それから、まあ、アメリカに習って、ロビングということでありましたけれども、もちろんその他に、産業界の、まあ、戦略作りということもあったわけです。で、しかしその原産の中でのその会合という原産に関する会合というのは、日本版のインコであるそのジャンシーを昔のジャンティですね、ジャンティを形成するということと、それから原産については会議の名前を協会というふうに変えただけで、実際にはその校舎についてはほとんど変化がなかったわけです。でその当時2003年当時に提案されている文書を見ても、その方で言ってる必要性ということに関しては現時点でもほとんど変わらない、むしろその福島事故を経て、その必要性というのは強化されているのが私の感じるところであります。でそういう中でその、まあ、2004年頃の原子力産業界組織の再編成から10年以上経て、福島事故も経て、
もう一度その原子力産業界組織の在り方というのをこの機能を合わせて考えるということは非常に有意義なこと で、それはこのワーキンググループが、こうあるべしということを言うのではなくて、産業界の中から自主的に答えが出て提案されるものだというふうに私は思っています。といっても実際には先ほど言いましたようにジャンシーとかワノダとか、電磁連もあるし NLRC もあるし、いろんな組織があるところを一体どのようにして専門家を配分できるのかとか、電磁連と日本版 NEI との関係は一体どんなふうになるのかとか、とうとういろんな課題があるわけで、それはこのワーキンググループのメンバーには十分わからないところでありますから、これはやはり産業界の自主的な意見に、を待つということになるかというふうに私は思います。で、日本版の NEI 的なものをもし作るということになった場合には、私自身のアメリカの NEI を見ていて思うことなんですけども、いくつか成功要因というのがあると思います。一つは、しっかりとした専門家を持つということ。これは外部の電力以外のところも含めてなんですが、というのが第1点。それから第2に強いリーダーシップを持つということ。それから3番目に、そのメーカーとその電力以外の専門家が参加するということが3番目の重要な点だと思います。私が理解するところ、NEI は非常に優秀な人が専門スタッフとしていますけれども、それを支える活動にいろんな委員会を作って4000人以上の産業界のメンバーが参加しています。そのようなその幅広い支援組織が支援がないと成功率にいかないんじゃないかというふうに私は思います。以上意見です。ありがとうございます。今のご指摘はもっともなところで、それはまた後ほどご発言いただければと思いますが、ピエトランジェロ様に今大本さんが日本での日本版 NEI の経緯、それからこういう要件を持つべきなスペシャル専門家ですとかリーダーシップですとか、そういう点は日本で、実際に産業界としてその NEI というような組織あるいは機能をどう持つかはこれからいろいろ深く議論していくわけですが、そのために役に立つであろうコメントやサジェスションがありましたら伺いたいと思いますけれども、今の大本委員のコメントご意見についていかがでしょうか。一言いただけないでしょうか。 Yes, thank you. I totally agree with Mr. Amoto's comment about when you look at the number of people. We have a small staff in Washington, it's 100 people. But if you look at the participation from our membership, it is closer to 4,000 people. I can't hold the expert on seismic on my staff forever, okay? But I've got a bunch of experts who work at the plants and through EPRI and their contractors that I can draw on to help us resolve a particular issue. That's what I do, okay? So I think 4,000 is about the right number. We also hold, I think, over 50 workshops a year where we bring people who are working in specific areas together to share information, to get training on a particular guidance document, or to share lessons learned. So it's that engagement of the membership that makes NEI successful. Okay, without it, you won't be successful. You have to have each member contributing. I can tell you that the people, the companies that have gotten in trouble with the regulator, always, INPO has more information on it than I do from a performance standpoint, but what we saw when someone got in trouble was that they weren't participating very much. They got a little bit closed, and you fall behind very quickly because the industry's moving forward together, and if you're not playing, if you're not hearing what the current issues are and what's being done to resolve them, you fall behind the curve, and eventually that pops you into regulatory space, okay? And that's a place you don't want to be because it's still very cost prohibitive to get in trouble with the regulator. So I think Mr. Amoto's right. The engagement level through our task forces, our working groups, our advisory structures, our workshops is all very, very important. And without that, whichever way you organize will not work if the members aren't engaged and playing. In full. 本日は日本版の NEI について答えを出す場ではないと思いますが、少し最後に
電池連の方とかいらっしゃってますので、またあのご発言もいただきたいと思いますので、まあ、それは後に残しておいておくとして、あと質疑を続けたいと思います。八木委員どうぞ。すみません、2つ、まあ、コメントと質問になるんですけれども、まず1つ目が先ほど中立性という話があって、まあ、ちょっと通訳の方が中立を何て英語にされているのか、ニュートラルですね。で、日本でそのニュートラルって言葉になるときにイメージとされているものは、まあ、無色透明というか、何かの利害からは全く要は独立しているっていうふうなイメージで多くの人はニュートラルを捉えている場合が多いので、何かのこう資金が入っているとか共同研究をしているっていう段階でそれはまあニュートラルではないと捉えられる向きがあるというふうに私自身理解しています。でそういう構造があるので、どうしてもこう今の NEA のがやられているようなことが活動として独立していたり情報も公開されていたとしても、それが本当にそういうふうに言われている通り機能されているっていうことを、まあ、日本においては一般国民がそう思うとか信頼することが難しいっていう状況をどのようにまあ乗り越えるのかっていうのは多分一つの課題だと思うんですけれども、それはまあアメリカでは要は何も問題なく今のような活動であれば信頼が勝ち得るものなのか、もしくはそこに何かのこう苦労とかプロセスがあったのかということについてお話しいただければというのが一つです。でもう一つは簡単な質問なんですけれども、今日はお話聞いていて一番自分としてはこう言葉として響いたのは、 NEI は原子力業界を代弁する、原子力業界と NEI だというふうなおっしゃり方をされていたんですけれども、でその時に、まあ、NEA が原子力業界だとしていろんな、まあ、アドボカシーとかロビングとかの活動をやられていくっていうふうな活動と、各電力会社の活動との間に、まあ、何かの要はリンクがあるのかそれは全く別なのかっていうのがお話し伺いたいんですけども、それはどういう意味かというと、多分日本国内においては、まあ多くの特に立地地域、原子力発電所がある地域の住民の方に直接コンタクトするのは要は各電力会社である場合が多くて、それは原子力業界としてコンタクトをするよりも地域の中で、まあ、一種地域を一緒に担っていたり、まあ、直接的に顔が見える関係性にあるということですごく有効に機能しているんですけども、そういうものと NEA の活動というのがどのように、まあ、連携しているのか、もしくは全く個別なのかということについてお話しします。First question on neutrality. NEI is not neutral. We're not neutral. We're pro-nuclear energy. We advocate on the benefits of nuclear energy. We are not neutral. The reason I put the 7,000 trade groups in Washington, every one of them is a special interest. Okay? And they get a bad rap, sometimes we say, because of that. But I've learned, I think, over the years that government can work better with better information from the people who are doing the things in the field. Okay, it's not just, you can't do it without a sense of the industry you're regulating and how that works. So we're not neutral, but you can still be factual, okay, and have a basis and a context and a reason for why you do things. Okay? So we're not neutral, but we're fair and objective. The second, on the link with the company and the plant communications, NEI will never be a substitute for that power plant or company in their service area doing their own communications. We cannot communicate to the locals better than the company can who works there. And their own people who go to the churches and civic groups and neighbors, that's the best form of local communication you can get. And we've learned that actually through the emergency preparedness thing, activities is the regular interface you have with that local public. Okay, is a good way so that when you need license renewal or restart or whatever issue it is you have, you've already got a relationship established through those routine things you do for emergency preparedness. That you're not asking for something for the first time. They know you live in the area, and that makes it a much easier communication challenge. So, NEI will never be a sub. In fact, I think in the past, and it's changed a little bit lately, generally the companies do not want us to do advertising or public relations in their service area. We do it in the Washington area, we do it in New York because of
Wall Street and the media there, and we do it in Washington. Those are our two principal areas of advocacy out of those two, not the local. We don't have enough money to do that, okay? If you took one ExxonMobil, the entire capitalization of the whole, all the operating companies, okay? So we do not advertise like oil and gas do at all. We just do policymakers and influencers, New York and Washington. ではどうぞ次の方。ありがとうございます。後から事業者の方々も含めて NEI、日本版 NEI ということが話がされるということを前提にして、資料1の方でですね、指摘された論点の3つがございました。これは技術的課題に対する取り組み、社会との対話、それから組織ガバナンス、3つに整理していただくのは非常に適切だなと思うんですが、それを取り組んでいく主体として原子力の事業者あるいは産業界がどのように考えていくかということを、今日ピエトラジオさんからのお話を聞いたときに、いくつかの課題がこう出てきているかなというふうに思います。その中で一番重要な一つが、ワンボイスでやっていくというときに、現状の日本の規制機関がそれをどのように受け入れていくのかっていう、このプロセスがなかなか見えないという。すでに2013年に規制委員会が出来上がって3年経っていて、例えば CEO、CNO との対話を始めていただいて、それが3週目に今入ってきているという段階であると。でしかも原子力に関わるさまざまな団体といいますか組織の中で、日本の規制委員会というのを突出した数を持っていると、1000人の技術者を抱えている組織になっているということを考えますと、規制委員会がどのようにアメリカの NEI のような組織を受け入れていくような素地があるのかどうか、どのようなプロセスを経てこれを進めていくのかどうか、こういうことが非常に重要な視点かなというふうに思っています。NEI、アメリカの NEI がこのようにやっているということをそのまま持ち込んで産業界がこうしますという議論ではなくて、やはり全体の中のコミュニケーション、これは国民に対してもそうですし、学術界に対しても同様なコミュニケーションがあり、もちろん推進側がそこにどういう役割を果たすかというのはなかなか難しい問題になったのかもしれませんが、こういう全体の中で続けていくと、やはり今ギャップ感が大きいというのは、規制委員会がどのようにこの組織を受け入れていくのかということがポイントかなと思います。多分ピエトラジオさんは日本の規制委員会についてもお詳しいというふうに思いますので、今お話をいただいた内容から考えて、現状の規制委員会が米国の NRC と同等に、日本版 NEI みたいなものを受け入れていくのであれば、どこが一番重要な課題か、これについてお話をいただければと思いますし、これはそれを前提にして、そのような課題があることを前提にして、電磁連あるいはジャンシーNRRC 等の組織がどのような課題をしっかりと掲げた上で進めていくかというところ、これは大野委員がおっしゃったこととほぼ同じことでもあるんですが、このような課題があるのかなというふうに感じましたので、ピエトラジオさんにはアドバイスをいただければというふうに思います。しっかり以上。If a JNEI was formedI would think you'd have a very strategic rollout plan for how you were going to talk about that with different constituents. It would be one for the regulator, where I think you'd take the highest level of the, your board, your chairman of the board, your president and CEO of the company, and some of your senior executives, and talk about why you formed it, what the mission is, what the vision is, how you're going to operate, and you might even.Have a draft set of issues you want to interact and start with the agency. It would have to be that explicit, I think. I think for the rest of the public, you'd have to explain the same thing, but obviously in a little bit different terms, of why you're doing it, what you're trying to achieve, and how you're going to operate. And
then your credibility is going to be based on the actions you take going forward. I think you can design a program to do the launch. The word we use is launch the campaign, if you will. But then it quickly becomes, how are you doing business? Who's running your shop? Who's you interface people with the NRA? You can request the NRA to have a point of contact. That's what we do. We ask for a direct point of contact on a particular issue. And here's our guy, here's your person. We expect them to meet on a regular basis, call each other, what have you, and have public meetings. You may form a task force around that issue. They may have the experts from their side at the table as well. It doesn't mean that's the way it's going to be, but it's the dialogue that's important to getting the credibility, getting the trust, and then getting some kind of, here's the problem we're trying to solve, here's the success, the common outcome we're looking for, and try to hit those targets. And I think over time you have enough examples, and you learn from some aren't going to go well. You learn from your mistakes and you make adjustments. But it's got to start. We were very small when we started. Newmark was about, the initial was like 12 people, okay? And the staff grew to up to 55 people in about 3 years. And then when it merged with NEI, at that time it was 125 people with all the other organizations in. So I think you just got to be very clear about what the mission is, what the governance is. And with the regulator, here's maybe some issues we'd like to begin interaction on to try out as a trial. You know, we were very successful with what we call pilot programs in the U.S., where before we took a generic action where everybody was going to do something, we'd have one or two or three plants do it first with the regulator interacting. And we wouldn't have everybody go until we got the results from the first few. We did a little bit of a lessons learned. You do a check and adjust on how you're doing. You might revise the guidance, do something. And then the whole industry implements it. And it's a much better understanding. The regulator saw how it was implemented in a few plants. Then you take that experience and you incorporate it into the path going forward. So these pilot programs, we used it on every major initiative. We had somebody do it first before everybody jumped to do it. あの、本日原子力規制庁からあの金子統括審議官がいらして来ていらっしゃってまして、で今その、ま、価値を共有するといいますか、ま、ゴールは一つということをおっしゃいましたけども、そこの点は非常に重要なポイントなんだろうと思います。でもしできれば金子様にも、あの今のもし日本版 NEI のようなものがあったときに、その両方の原子力の利用と安全の両立ですかね、それを目指していろいろ共にやっていく上でのご意見とかコメントとかぜひいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。お願いします。はい、あのまあ、オブザーバー的に来ておりますので、必ずしも組織を代表してということではありませんので、その点だけ割り引いてお聞きいただければと思うんですけど、今日の議論は大変我々にとってもあの関心の深い領域でありまして、ちょうど多くの皆さんご存知だと思いますけれども、あの3年後には今アメリカで運用されている、今日もご紹介あった ROP に類する検査の仕組みに我々の規制も移行しようということで準備をしております。その過程で今は実はあの当然事業者にも参加いただいて、事業者、個々の事業者、それから電磁連、他のその電柱圏とかですね、そういった関係のところには、検討に参加をいただきながら、新しい仕組みをどうするかっていうのを例えば検討する場があります。ただそういうところに、あの多分お互いに思っていることは、アメリカでいうところの NEI みたいな、役割を果たしているくれるところがあったら、もっとこう効率的あるいは実質的に議論が先に進んでいくのではないかという思いがあるのは事実です。で、ただ先ほどもあのご質問の中で議論になった、今の日本の状況でこの、ニュートラリティという言葉で言われた中立性、我々はあのポリシーニュートラルなので推進でもあの反対でもないのですけれども、その NEI が先ほどあのピートランジェルさんおっしゃられたように、我々はニュートラルでないというおっしゃってるのは、まあ、その通りだと思いますし、そういう主体が
規制の将来の仕組みを作るところの議論の中にある提案を具体的にしていって、それが実際に採用されるっていうプロセスを国民が見たときにどう思うかっていうのはまた微妙なところがあると思います。したがって、この瞬間に NEI みたいなものが業界の中である一つの意思決定をしてできて、それが同じように機能を果たすっていうことに社会的になるのかどうかっていうのが一つの問題がありますし、その時にどのようなメンバーシップであったり成り立ちであったりっていう組織がいいのか、そして役割はどういう範囲を持っているのがいいのか、個々の電力会社との関係はどのようになっているんだろうっていうのは、やっぱり日本なりのこの環境の中で、検討されなければなりませんし、それを受けて我々もどういうコミュニケーションをしていくのか、あるいは貢献をうまく受け止めていくのかということを多分考えていかなきゃいけないんだなということを、今日ペトラジオさんすごく細かくお話をいただいて強く感じたところであります。いずれにしてもこういう役割を持つところがあるというのは多分我々にとっても将来的に積極的に捉えられるものだと思いますから、こういう場で検討していただくのは非常にいいことだと思いますけれども、完全にこれを一つのモデルとして活用しようと思ったときにどういう、まさにこう違いを考えていかなきゃいけないのかっていうのが、この場でもそうでしょうし、政策的にどういうふうに持っていくのかっていうことを経産省さんが考えられる際にも必要なことかなというふうに思いました。予定する時間になってるんですけれども、ここでこの議論を止める手はないので、ぜひピエトランジェロさんにも今の、金子様のコメントについてサジェスチョンいただければと思いますので、お願いします。You reminded me of one thing that's very, very important, and that when NEI interacts with the NRC, okay, it's in public meetings. There are other stakeholders at the table, some anti-nuclear groups, some pro-nuclear groups, other groups can participate in the process. The public comment system, anyone can submit comments. So we're just one, or a big stakeholder, okay, we're just one stakeholder. So that process does incorporate other views, and then it's up to the commission, the regulator, to weigh those views and make a determination in an open process. So they're not mutually exclusive things. We can advocate, okay, and we're not mutual, okay, and make our point, but it's based on fact, and it's based on trying to do the right thing, because we want these plants to run safely and reliably too, right? So it can work. It can work, and some of my, I won't call them enemies, but other people who weren't so favorable to nuclear power, I have very good relationships with. Greenpeace people, okay, National Resources Defense Council people, Union of Concerned Scientists. When I retired, I got a nice note from the guy from the Union of Concerned Scientists saying, yeah, I really liked you even though I was right all the time and you were wrong. But you know, it's a trust and it's a relationship thing that can work, even with people who aren't favorable to nuclear. Thanks for the opportunity again to come and talk to you. では、谷口。今日して NEI は、プロアクティブに、それも戦略的に、さまざまな活動をするということだろうと思ってますけれども、この機能としてこう4つ挙げられてますよね。でこの4つは それぞれプロアクティブで戦略的といったら常に全て4つとも関係してますよね。常に密接にその活動自身ということで、そういう意味でこの NEI の中のインターナルコミュニケーションというか、こうスタッフ同士こういうそれぞれの、その機能を担っている人たち の, コミュニケーションというのはどういうふうな形で図られているのかということを少し聞きたい。それは次 の, ワーキングという議論になるのかもしれない。今日本のやつはおそらくここにあるような機能が分散しているということだろうと思います。だから統合した方がコミュニケーションしやすいことはよくわかるんだけど、その要はそれぞれのちゃんと機能を果たし、それぞれの間でその組織が違ってもコミュニケーションというか、その戦略的にこう議論ができれば、
本当はそれでもいいし、それがいずれこう進化して統合するということもあるのかもしれないですけど、まずは NEI の中でこういう機能になっている部門がどれくらいこう相互にコミュニケーションしているのか、で NEI ができる前はやはり日本と同じような状況だったとすれば、その頃はコミュニケーションがやっぱり不全だったのか、統合してやはり良かったというのかどうか、まあ、その点だけは。I think it was very much a success that it was integrated, for one. Two, for many issues, we form teams that has a representative from communications, a representative from government affairs, a representative from my division, nuclear generation, legal input. So it's a team effort for those people to get very specific about the issues and know the background, know the context. That's, you know, and those are special teams for given issues, okay? On an ongoing basis, just general information, we share training for both our technical people and the communications and government affairs people. We have two training weeks a year where we get together and talk about different issues together, hold different courses. We have a complete catalog of little courses we expect everyone to take to bring the common level of understanding up. Even our lobbyists have to have some, at least background on nuclear technology to be able to do their jobs effectively. They may not be the expert, but they have to have some understanding. And so it's a constant challenge to integrate those functions across the board. But when we're working on a specific issue, we'll put a special team together that has a representative from each group to make sure that every division is represented and doing what they need to do. それでは岡本委員どうぞ。ありがとうございます、いろいろ言いたいことをしゃべり出して1時間ぐらいしゃべっちゃうんじゃないかという気がするんですけれども、まず最初にですね、日本の場合のいろいろな議論が出てたんですけれども、事業者の目標も規制庁の目標も国民の目標も全て安全にある、安全であればそれはみんなのベネフィットウィンウィンになるわけであります。ですので中立、まあ、中立という話がいろいろ議論されていましたけれども、安全という目標に関してはみんな中立であるというふうに私は思ってまして、それぞれの、まあ、先ほどからいろいろなステークホルダーが出てきて話すんだという話がありましたが、そういう中で、自分の能力をベースに話していくということが、これが非常に重要であって、その議論の中から安全を担保していくということであるから、そこはその中立でない事業者の代表であるからということだけでなんか日本の場合うまくできないというのは、これは間違っているというふうに強く思います。日本の場合なぜかですね、金をかければ安全になると、なんとか金をかけずに安全にしようとか思っていると、なんかそういう、なんか、悪大胆のようなですね、そういうイメージが作られていて、そのイメージの中で話されているんですけれども、やはり全てのステークホルダーが基本的には安全というキーワードに向けて、やってるんだということだと思います。で、今日特にその中で非常に重要だなと思ったのは、電気が止まると人が死ぬんだというお話をされていたわけですけれども、これはニュークリアセーフティーだけではなくて、全体の国の安全も含めた全ての安全に対する総合的な議論をしていかなくちゃいけないんじゃないかなということを強く思った次第です。で、せっかくピエトランジェルさんが来られているんですけれども、少し、私の経験からちょっとご質問したいのは、私何回かアメリカの原子力発電所を行っています。で、現場でも非常にいろいろ議論してきていて、今各発電所でフレックスの機器の整備が進んでいるのを見てきて、非常にすごいなと思って見てるんですけれども、やはり発電所というのは現場あってのものですので、その現場とその NEI との、そのフィードバックといいますか、そこら辺が重要だろうなというふうに思っている次第です。
で特に日本の場合、PRA、今日もで後で出てくるかもしれませんけど、PRA というツールがですね、なかなか現場に浸透していない。で、これが一つの大きな日本の安全性を必ずしも十分に担保できていないじゃないかという、紙に書いてあることを一生懸命守る方向で頑張っちゃってるということなんですけれども、でそういうことを考えたときに、この PRA という一つの共通のツールですね、これは規制側も、それから事業者側も、それからさまざまな方々も含めて、そういうツールとしての PRA をうまく使って、現場でフィードバックをかけているというふうに思うんですけれども、このあたり、やはり NEI のヘッドクォーターと、それから現場の発電所とのコミュニケーションというのが、おそらく一番重要な気がするので、そのあたりについて、一つ教えていただければと思います。で最後になんですけども、先ほど尾本先生、それから関村先生の方から日本の事業者に対しての、話がありまして、 NEI という組織的な話が非常に重要な、10年前からもう10年以上前からですね、私もいろいろ議論してますけれども、思ってるんですけれども、まず組織を作る前に、今実際に ROP とかフィルターベントとかグレディットアプローチとかさまざまな課題があるんだから、その課題に対してですね、例えば NRA と議論をしていくような具体例を積み重ねていって、実績を積み重ねていって、でそれを最終的に組織論に持っていけばいいんじゃないかなという気が強くしています。組織ができないと議論ができないというのはありえない話ですので、今ある組織もしくはワーキンググループ、そういったような中で議論とそれからディスカッションを積み重ねながら実績を積んでいって、ぜひその中で日本の NEI という組織が本当に必要なんであれば作っていく。まず組織を作る議論にどうしても日本の場合なりがちなんですけども、まずやることというのが僕は非常に重要じゃないかなというふうに思っている次第です。最後の方は事業者の方々に向けてのメッセージになりましたが、その PRA というツールをうまく使いながら現場でとそのヘッドクォーターとのコミュニケーションについてぜひ教えていただければと思います。Okay, just on PRA is very near and dear to my heart. I was director of risk assessment at NEI for a while. I've known Dr. Apostolakis since he was on the ACRS back in the early 90s. And I remember lots of our discussions back and forth, and I finally got him to admit that PRA, and I'm glad the way you phrased it, PRA is a tool. It is an end. It is a means to an end. It is not an end of itself. So just having a good PRA on the shelf doesn't do anything. Okay. So, and in the States, we've been guilty of this. I think we've made a lot of progress in the 90s through the work of Dr. Apostolakis, and I think the industry participated very much in that, to use the investment that we made in PRA to make changes to how we do things at the plant, mainly in maintenance, in performance monitoring, developing the targets for reliability and availability, looking at outage safety from a risk perspective. We really did change a lot of things as a result of that. And technical specifications change, which are very, very important. But if you get too wrapped up in the tool itself, I think that's a diversion, okay? And we have many, many arguments with the NRC over the quality of the base model. And we've had that model. The quality gets better when you use it in applications, okay? And it has to be owned at the site. It can't be a contractor who develops the model for you, and then he's the only one who knows how to use it. That won't work. It really does have to be integrated and ingrained in the organization. And for us in the US, I think the maintenance rule helped foster that integration of PRA into operations. We had to use it there. And it's really a priority, when you think about it, it's really a prioritization tool at the end of the day. It tells you, relatively speaking, what's more important than other things, and you focus on the more important things. It doesn't mean you do nothing to the lesser importance, but you should, in the interest of safety, it makes better sense to allocate your resources where the risk is and not just evenly across the board.
So that's easier said than done. There's lots of questions the technical people have about the model itself. And I think you can't allow that to be a distraction. There's things you can do to take out the uncertainties and address the uncertainties and move forward with applications and make improvements in operations and in regulation. And, I'm sure Dr. Postolakis and the NRRC is working towards that. So, but the industry needs to play its part too. はい、ありがとうございました。だいぶ時間超過して大変申し訳ありませんが、非常に面白い議論がたくさんありましてですね、でなおまだいろいろお聞きになりたい点もあろうかと思いますが、今日の議論はこの辺で、打ち切りまして、で最後に先ほど申しましたように本日は電磁連の小野部長、それから原産協会の高橋理事長、それから東京電力ホールディングの姉川常務もいらしておりまして、でこれらの方々が日本版 NEI を議論するときには中核となって議論に進めていただけるような方だと思います。最後にぜひ本日の議論、あるいはピエトロ・アンジェロ氏様へのご講演に対して感想とか、あるいは少しお考えをお示しいただければと思いますが、いかがでしょうか、どなたかから。じゃあ、姉川常務、お願いいたします。ですね、本日は参加させていただきまして、どうもありがとうございました。非常に直接 NEI の方からですね、まとまったお話を聞かせていただいたのが、大変有意義でした。ですね、NEI の、どういう働きをしているか、どういう機能をしているかというのは、当然、同等のファンクションがですね、日本でも必要だというのは、思いを強くしているんですが、日本でこういう組織の話をしますとですね、すぐ組織論の話になって、そこをどう作るか、合わせるかとかですね、そんな話ばっかりになっちゃうんですが、今日お話を伺っていると、何を目的として、どういうような活動を柱にしているのか、多分柱にしていることはですね、特質、メリット、デメリット、あるような気がするんですけど、それを割り切ってやられている、そういう具合にして活動を定義づければ、段階的にしても、同じ方向を向いた活動はできるんじゃないか。中立ではないと言い切って別に開き直ってるわけではなくて、中立ではないがゆえに透明性をどう確保するかとか、そういう努力があるんだと思います。ワンボイスについても、本当にワンボイスにするためにはそれ相応の努力が必要だと思うんですけれど、それもいろんな個社の意見があるところをワンボイスにする、中立ではないワンボイスにする、すぐ事故前のことを思い出せばですね、規制の取り組みだとか安全神話だとか言われていた世界と似てるんじゃないかっていうふうに世間に見られる恐れがあるんですけど、実際それを自分たちのリーダーシップ、 NEI の人のリーダーシップと透明性の確保というところでそれを成し遂げているっていうところは、この1時間聞いただけではまだ習得できないところがあるので、どこが秘訣なのかというのは大いに学ばなければいけないと思います。最後に、メーカー全さんとの一体感というのは絶対必要であると思うんですけど、日本の場合はですね、プラントメーカーさんだけじゃなくて今の安全対策ってほとんどはゼネコンさんの仕事になってます。メーカーさん、ゼネコンさん、原産のメンバーではあるんですけれど、果たして原子力の価値をこうだと位置づけて、そのために安全を確保するために費用対効果のいいものはこうだというふうにコンセンサスを得て持っていけるかどうか、その辺が私は課題だと思っていて、それは今のところまだ答えが見えているわけではないんですけれど、
先ほど大本さんが強いリーダーシップとおっしゃられましたけれど、一体誰がどう業界を超えたところでリーダーシップを発揮できるのかっていうのは、まあ、大変重要な話ではあるなというふうに、再認識しました。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ高橋理事長、はい、お願いいたします。ピート・ハジオさんと先生方 のご意見が大変勉強になりました。どうもありがとうございました。今日いただいたご意見は持ち帰って産業界でよく相談したいというふうに思います。で、今日伺った話の感想のようなことになってしまいますが、まず NH 長さんの8ページに論点が整理されてますけど、この通りだというふうに感じております。で、この中で産業界が一丸となってというのが2回ほど出てくるんですが、そこは非常に大切なことだと思っています。で、産業の観点からですね、将来もその原子力がその期待を担っていくということを考えたときに、産業界全体がですね、ビジョンを設けてですね、そのビジョンを達成するための方針というものをしっかり定めて、それに基づいて、規制対応あるいは広報、ここには書いてませんでしたけれども、人材育成などもここに取り組んでいく必要があるだろうと思いますの で今日聞いた話の中では、このこういった活動はですね、一体となって取り組むのがいいだろうというふうに感じております。それから総合力の発揮ということで言いますと、例えばその、事故後のアメリカのフレックスなどを見るとですね、現場の現場を踏まえて、それから設計を踏まえて、規制の要求あるいはその規制環境というものをよく理解して、先手を打って取り組んでいるということですので、そういう意味ではそのメーカーさん、ゼネコンさん、あるいは現場の工事に携わる人、こういった人たちの意見も重要だろうというふうに思います。それから対話を、先手を打って取り組んでいるということで、対話ということになるわけですが、規制側からですね、認知されるような組織でないと対話ができないわけで、これもまた重要な要因かなというふうに思っています。いずれにしてもこういうことを考えるときに、その国民の理解、規制側の理解というのもそうですし、日本にはこれまでの経験もありますし、それから例えば人材の流動性がないようなその社会環境というか社会事情みたいなのもありますので、そういうことも含めて産業界でよく相談していきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ小野部長お願いいたします。はい、電気事業連合会の小野でございます。今日は本当に活発な意見を聞いていて、大変興味深いというよりはエンカレッジされる思いがたくさんあったというふうに思っております。それで、まず規制にしろ事業者にしろ、最終的には安全を達成するということが目的だということは、これは言うまでもないことで、じゃあその安全を達成するというのはどういうことなのかということを言ったときに、形式的な安全が達成されるということでいいのか、あるいは実質的なパフォーマンスとしての安全が達成されるべきなのかということでいうと、これはパフォーマンスがしっかりと達成されていくという方向に努力していかなければいけないし、その方向で進めなければいけないというのは明らかかと思っています。それで、事業者との意見を束ねて規制と合うというところが、中立であるか否かという議論もだいぶありましたが、私はやはりこれは中立ということではないと思っていますが、ただ、社会から信頼を得るためには、やはり議論をするときの、立場、気色を鮮明にするということと、それからオープンな場で、ある意味勇気を持って語るということが、必要ではないかというふうに思います。そういう意味では、我々の業界十分そういう訓練がなされてきたのかというところには大いに反省はあるところですが、小さいながらもそういう動きは始まっているというふうに、思ってございます。特に、パフォーマンスをベースに、原子力の安全を考えようというのは我々だけではなく、IAEA の NRRC を契機に、規制当局の方も、米国 ROP をひな型にした、検査制度、規制制度を、検討するというところになっています。これは検査というものは、規制の中の非常に大きな部分を占めておりますし、それから現場末端まで直結する、テーマでありまして、こうしたテーマで、規制庁さんの方が、
事業者と議論をするということを言っているというのは、大変重要な機会だと思ってございます。こういうところで、我々としてもしっかりと、議論をしていくし、あるいは、ポジションを明らかにして、意見の違うところは違う、ただしそれは、最終的に、安全を求めるための議論であるということをはっきりさせながら議論をしていくということが、大事なのではないかというふうに思っています。今日様々いろいろ出た中でもありますが、すべて重要な機能ということですけれど、それを、ある意味演習問題を解きながら具体的に自らのものにしていくということでは、やはり具体的なテーマ、具体的なミッションを持って、しっかりと対応していくということが重要かと思っております。さまざま議論が出たことを踏まえて、我々なりもしっかり勉強してまいりたいと思います。ありがとうございました。本日非常に良い議論でしたし、いつものことではありますけれども、重要なポイントがたくさん出されまして、特に今日も、その NEI どうあるべきか、でどうすればアメリカでその成功したというふうにピュートランジェロさんおっしゃるようにできるのかというのの示唆をたくさん出していただいたと思いますので、今後ぜひ今日の議論を活用して、それぞれの関係者がですね、活用していくということになると思います。ピエトランジェロ様には大変素晴らしい講演をしていただいて、また資料の中でもアメリカの NEI の経緯のところから今日のサクセスに至るまでのポイントをしっかりお話しいただいて、良い議論を引き出していただいたと思います。皆様で感謝申し上げて、拍手でお礼申し上げたいと思います。私の不手際というよりも良い議論ができたということで30分超過いたしました。大変申し訳ありません。それではこれで本日の議論を終わりたいと思います。次回の議題、それから開催日時等につきましては事務局から改めてご連絡を差し上げます。では以上をもちまして第15回知的安全技術人材ワーキンググループ終了いたします。本日はありがとうございました。